先輩、それじゃあ今日はお先に失礼させていただきます。ありがとうございます。それじゃあまた明日。俺に何だって？俺の事務所だ。いちゃ悪いか？お前もあと1週間で終わりか。そんな奴が定時をとっくに過ぎてるっていうのにご苦労だな。そんなの必要ないだろう。仕事ってのは先輩の背中を見て自分の力で覚えていくもんだ。お前だってそうやってきただろうが。優しい子ったな。それも一理あるな。ま、作るなら完璧な引き継ぎ資料を作ってくれよ。うちのスタンダードになるようなやつをな。俺が楽できるならそういうことだろうな。どうした？感傷的な顔をして。うちを辞めるのが寂しくなったか？男と別れることを寂しがってたまるか？ただ、仕事的には少し痛いな。お前も今やうちの事務所のエースだしな。当たり前だ。初めて言ったんだからな。普段から言ってたら、お前は調子に乗るだろうが。俺の親心ってやつだ。独立決めたやつがぬるいことを言うな。ああ、それとな、お前の俺に対する呼び方だが、それだ。うちを辞めたら、その呼び方もやめろ。もうお前はうちの人間じゃなくなるんだ。同じ事務所を構える者同士、対等にならないとな。頑固な奴だな。おう、その時は寛大な俺としては心よく迎え入れてやろう。ただし待遇は新人と同じだけどな。まあさっきも言ったが、お前がうちを抜けるのは正直痛手だ。せっかく名前が売れてきた部下を手放すのは俺としても残念だからな。だが同時に嬉しくもある。
この成長を喜ばない親がどこにいる。やめるからこそ言えるんだ。いつも言ってるように、建築は想像であり創造だ。ずっと同じ場所にいるより、いろいろと見識を広げることで、より良い建物を作ることができる。頑張れよ、日野。しかし、なんだな。こうして改めて見ると、お前のデザインは、星や天体といった空につながるアイデアにとことん強いな。去年か一昨年のあれ、何だったかな、避暑地に建てる別荘の。ああ、それだ。あの時のコンペでも圧倒的な支持を得たのはお前のデザインだったしな。元からそういうデザインに興味があったのか？ああ、そういうことか。ん？噂をすれば、だな。こんばんは。いらっしゃい、ソラちゃん。こんばんは、モッサン。何か言ったか？ところでお前ら、いつ結婚するんだ？急にじゃないだろう。もう何年付き合ってるんだ？男は守るものができれば、今まで以上に仕事にも身が入るようになるもんだぞ。まだいい。ソラちゃんは、それで満足なのか？うん。結婚していなくても、リョウのそばにいることはできるし、支えることもできる。リョウは結婚したら、私のことを大切にしすぎると思う。器用なようで、二つのことを同時にできない。よく言えば実直、悪く言えば不器用。なるほどな。さすがはソラちゃんだ。こいつのことをよく見てるな。10年も付き合っていれば当然、リョウの性格はほぼ完璧に把握している。なんだかんだでしっかりと手綱を握られているということか。お前も大変だな。会社の準備は進んでる？よかった。ああ見えて、モッサンはとてもいい人だから。私？
リョウはクリエイターだと思う。クリエイターが作るのは、ものだけ？モッサンは作品を通して、リョウを建築士という道に進ませた。クリエイターは、次の世代を作る人のことを言うと思う。モッサンになるということは、そういうこと。独立に失敗すれば、リョウはたくさんのものを失うかもしれない。でも、絶対に失わないものもある。私の、リョウへの気持ち。リョウがしたいと思ったことをすればいい。私はリョウのそばで、それを応援する。ずっと。リョウ。私、リョウと食べようと思って晩ご飯食べてない。リョウの部屋に行く。私が作る。相変わらず来場者が減ってる。残念。うちのプラネタリウムには限りなく本物に近い星空を投影する機械が入ってる。内容なら新しいプラネタリウムにも負けないのに。悩み中。ありきたりなプログラムじゃ、お客さんを呼び戻すことはできない。旅行？有給を申請しておく。
今日は泊まっていけない。でもお風呂に入る時間はある。いい星空。任せる。りょう、あと一週間、頑張って。